袋を見つめる女性。今フクロウの観察をしています。彼女はシャープの製品開発担当者クモンさん。製品開発とフクロウの観察に一体どんな関係が。2月20日、新製品の発表会見が開かれていました。この冷蔵庫、ある生き物の特徴を真似した技術、生物模倣が使われているといいます。この溝の部分がホタテの殻の構造を応用しています。冷蔵庫のドアには合わせ貝の凹凸を再現。密着度合いを高めることで消費電力をおよそ 20% 抑えることができるんだそう。シャープは2008年から生き物の動きや構造をヒントにして製品に生かす技術をネイチャーテクノロジーと題し、23品目を展開しています。例えばこの洗濯機には、マンタが餌だけを口の中に残す仕組みを糸くずフィルターに採用しました。マンタのエラはプランクトンを効率よく集めるため渦を発生させる形状になっています。これを真似することでフィルターの隙間を水が通るときに渦が発生、糸くずが集まるようになり、指でなぞるだけでゴミが捨てられます。一昨年の発売から売り上げが 10% アップするなど売れ行きは好調です。家電量販店で聞いてみると、ゴミ箱にポイってするだけでお掃除ができたりっていうところも人気が高まっています。ネイチャーテクノロジーにヒットの兆しがあると睨んだシャープ。今までは製品の一部分にしか活用していませんでしたが、全面的に押し出した商品の開発を始めました。その第1弾が、こちらはフクロウの羽ばたきをお手本にした送風機でございます。なるほど、フクロウの観察は送風機を開発するためだったんですね。クモンさんは大学でも生物模倣の研究をしていて、卒業論文のテーマももちろん生物模倣。シャープに入社した後も14年間ずっとネイチャーテクノロジーを研究してきました。そんなクモンさんが開発しているのが、見た目もフクロウそっくりな送風機、羽休め。あ、本当だ、確かに優しい風が吹いてます。フクロウは他の鳥と違い、風切り羽にギザギザがついていて、空気抵抗が小さく羽ばたく音が静かです。一般的な送風機と比べると羽休めは柔らかく自然な風を作れるといいます。家電市場全体が少しこう冷え込みの傾向にある。シャープはこの 1,2 年業績が低迷していまして、2期連続で最終赤字に陥る想定になっております。家電っていうのは A 社 B 社の違いが分かりにくくなる中で、羽休めという商品は家電のこう進化とはまた違う軸の全く新しい製品になるので、シャープという製品全体の起爆剤にはなるんじゃないかなと思います。生物の動きっていうところに今後も着目していくことで、ネイチャーテクノロジーそのものを表すようなものってものを引き続き作っていきたいと思っています。年内の量産化を目指す羽休めは家電の新ジャンル開拓となるのでしょうか。このローカルビジネスサテライトは日経電子版や TVH の YouTube で見ることができます。全国のさまざまな取り組みをお伝えしていますので、ぜひご覧ください。